はい、どうも、うねです。The Last of Us Part 2。続きやっていきたいと思います。裏に回るって感じみたいでございます。ここだね、多分。まあ開いてないよな、さすがに。ここか。こんな簡単に入れていいのか。なんだ、紐、うん、これ使う。ん、どこに繋がってんの。ああ、上が開いてる感じなのか。みんな行けるか。ああ、戻ってきた、戻ってきた、戻ってきる。違う。こっからか。いや、待って、一回外出して、短えな、短えや。どんな感じよ。どうやって行くんだ。こっちか。大好きだな、お前、応援のこと。短っ。降りれそうだな、普通に。よいしょ。よいしょ。よし、バックパックはある。これたちやばいじゃん。水浸しになっちまうな、これ。やば。なんかねえか。枯渇なんだよ、俺は。枯渇、枯渇してんだよ。ねえ、オーウェン、オーウェン、いないか。オーウェン、やだな、見たことあるわ、ここ。まあ、また浮かれてやがんのか。オーウェン、てめえ、たく、なんなの。怖っ。向こう行けと言わんばかりのライトアップ。ちょっと見させておくれ。
なんかいいんじゃないの？ねえ、いやいやいや、あら上手やん、随分。開いてない。2階も見ていいかな。2階も見ていいか。多分開いてないだろうけど。ねえ、いるの？いねえんだ。ガソリンとかあんだな。やっぱりいた。え？あん中にいんの？ほんまかいな。乗れ。おい。なんもないんか。まあ、いいか。ないだろ。応援なの？応援いるやん。ひでえな、お前か。どうした？アイザックのお使いか。違う。これどうしたの？一旦バラして組み立て直すんだ。何？あっさ。なんか。いらない。そうですか。ダニーが死んだ。だろうな。何があったわけ？野営地の掃討してたんだよ。スカーが数人いたから。男の頭を思いっきり殴ったら倒れやがって、目の前にある武器には目もくれずに、そいつ俺のこと見つめてた。くたびれたじいさんがこっち見てんだ。死ぬ気でさ。殺しは慣れてる。でもよ、あのじいさんだけは殺せなくて。そんでダニーが突っかかってきたから抜けるって言った。やるならお前がやれってな。そしたら俺に銃向けやがって。だからとっさに掴んで、どっちが撃たれたかも分かんなかった。正当防衛でしょ。よせよ。アイザックは私が説得する。もううんざりなんだよ、アビー。クソほど興味もない土地をめぐっていがみ合うのはもう嫌だ。うん、サンタバーバラに行く。噂を信じて。ただの噂じゃない。
ファイアフライなんてもういない。終わったの？だとしても確かめなきゃな。オーウェンはまともなのかもしれないな。逆に。じゃあメルは？置いてくよ。そう、酔いが覚めたらまた話そう。やめろよ。何を？俺をイカれたやつ扱いするな。お前も来たいくせに。サンタバーバラにファイアフライがいるなら一歩たりとも近づきたくないね。何を？別に。大人になったら私みたいに。どうすりゃ大人になれる？親を殺した奴ら探し出して殺しゃいいのか？ダメだ、それ言っちゃ。そいつらが泣き叫ぶまで拷問してる。バカ、髪は引っ張んなよ。ずる、オーウェン。ハビ、なんで？どうした？どうした？急に髪引っ張られてたぞ今。え？やったよ俺これ。これやったぞ。ぶっ壊れてんのかこのゲーム。夢か。ああ。ギャラとレブが。世話が焼ける。ふん。助け行くのか。まずい。今すぐに二人を連れ出さなきゃ。やった、雨止んでるよ。私何してんだろう。あなたたちはスカーでしょ。いやあいつらでも助けてくれたからな。やっぱ人間はね、助け合うべきなんだよ。アビー、わかる、わかる。落ちませんように。やった、やれ、できんじゃんお前。そんでこの辺にいる感じだよな多分。くそ、確かにあのガキだった。まだ生きてはいそう。4人ぐらいいるか。誰の母親？母親は罰を飾れ。待て、いっぱいいる。やばすぎる。
デブだし。デブだしな、あれ。バレないで。やば。どうしようどうしよう。詰む。バレてねえ。やばそう。嘘でしょ。ないんだから俺弾も。やつが走ってるぞ。あっ。せいやー。痛い痛い。バカ。そいつはよく見えよ。デブお前。顔出しな。ちゃっ。顔面重くなったろ。あくそ、デブ倒せたのに。はい、千輪さん使いましょうか。弾があんまに。デブ来るデブ来る。バレねえんだよ。巡回しやがれ。静かに。ここ結構良さそうだな。向こうまで行ってるよ。下入れんじゃん。来る。デブだよなあれ。うっ。まあ頭食らってんのに。くっそ。やった。うわ来た。デブじゃないか。ほら、俺の方が強いんだよ。おら、おら、おいし。よこしな。マジ？どこ？バッカズリーよ、勝利。まあ、そっちからはずれ。マジで。ずれすぎ。やつを逃がせ。やばい、来る。ズリーなあっち。結構リロード早いな、あれ。ここにいんじゃん。めっちゃそこにいんじゃん。見つけ。あ、なんで。やめてください。やめてもらえますかね。怪しい。
絶対逃がさない。逃がして諦めてくれ。俺が導いてやる。バカバカ。観念しな。おいしょ。全やった？最悪。ほんまやで。なんとかなったな。何も持ってないか君は。フックした今。足に虫が。びっくりした。これか。だなこいつ。ここか。あれ開けられるけど何もないと。もうカスタマイズできんのか。いやー弾がなー。おーすげえすげえ。これにもスコープつけられるのか。リロード速度上げる。へえ。より正確に撃つことが可能。うん。バーストをやってみてえな。お、かっちょよくなってる。まだいるといいけど。どっから？うん。出ていくんだい。あ、ここか。あれ？嘘でしょ。ねえ。まだいるの？やるな。やる。うわ。入ってくるな。私。危ない。お前らよくやるな。ごめん。あの子は。やられたんか。あ、生きとるやん。あら、真っ赤。
腕動かすよ。おいで。どこに連れてくの？いいから。どうする気？死なずに済むかも。医療キット全部持ってきて。あれだ、大変。敵だから弓を下ろせ。この弓だ。アリス、殺せ。アリス、弓を下ろして。なんだよこいつ。アリス。レブを下ろして。お願い。その子たちは命の恩人。手当てしてくれない。平気よ。この子はヤーラ。もうお腹超でけえやん。どうしたの？ハンマーで。私じゃない。寝かせて。真っ赤っかだよ。これはどう？やら、ダメ。消毒してはめ直す。骨が砕けてる。コンパートメント症候群。それどういうこと？切断しなきゃダメってこと。やらは兵士なんだ。腕を切るなんてダメだよ。残せば壊死してしまうの。何でもいいから痛みを止めて。お願い。何がいるの？理想を言えばノコギリ、縫合紙、監視に抗生物質。でもそんなものここにはない。ナイフはある。火もない。切って焼けばいい。それじゃ感染症で死ぬ。リスト書いて病院に行って必要なものを。丸一日かかる。それでもいい。アビー、あなたが良くてもこの子が持たないの。2時間で病院に行けるとしたらウルフの病院でしょ。西にあるやつ。2時間。橋を作ったんだ、高いとこにね。そうやって洪水とお前らから身を守ってる。2時間なら間に合う？ええ、多分ね。リストちょうだい。待てよ、お前正気か？スカーが使ってる橋だぞ。少人数でしか使わないんだ。少数なら平気。バカはよせ。行こう。お導きをお守りください。アビ、アビ。恩人だからな。おい。何？お前、それ俺の鍵。ごめん。薬なんだ。な、ちゃんと話そう。何を？なんでこんなこと。さっきいきなり来たんだよ。あ、そう。昨夜のことは気づかれてない。そんなことどうでもいい。よくないだろ。開けて。後悔するなよ。友達もウルフ。そう。
メルがいてラッキーだったよ。シアトル一の外科医だから。メル。そうだ。この人の名前は。あいつはオーウェンだ。クソ野郎だあいつは。オーウェン。アビー。かわいいな。お前。橋はそこだよ。すぐそこの道を進めばダウンタウン。流れが急なところから出発。そこまで行ったら案内するよ。橋使えば急流を越えられんの？うん。しかもたったの数時間で。嘘じゃない。そう。本当かよ、お前よ。騙すんじゃないよ。承知しないよ。ウルフ、あったよ。ウルフって呼ぶな。何が？あの建物に行かなきゃ。あれね。カエルが鳴いとる。見つからなかったな。まあ、オーウェンが持ってるものを手術するしかなくなるね。だけど、うん。すげえリアル。それだとまずい。かわいいな。マーちゃん死なないんだよ。医療品が手に入れば。うまくいかず。ここやだ。引き出しがいっぱいあるじゃないか。なんかあるか。ハサミ。そうだよな。そりゃ。なんだ。うちの犬もカードで遊べるんだ。あれ。これなんかうちに似たような写真あるわ。身長は8歳児並み。冗談のセンスないって言われるでしょ。まあね。仲良しじゃん。お前らもコンパートメント症候群って何。お前めっちゃ聞いてくんな。筋肉が圧迫されすぎて血が組織を行き来できなくなる。体の内側にある皮膚みたいなものだよ。面白い。周りに医者が多かった。いけるか。よいしょ。びっくりした。あいつかかと思ったぞ。こっちか。よいしょよいしょ。このビルのてっぺんまで登ろう。スカイブリッジに来たことあるんでしょ。ある。ここスカーたくさんいるんだ。セラファイト。わかんない。あっても平気でいられる。昨日は平気だった。あいつらはあんたを追いかけてたし。本当だよ。危ねえぞ。危ねえぞ。あいつらは残忍だ。ネズミか。上は行けないと。どれ。ウルフだろうとセラファイトだろうと誰でもいいから、とにかくここに来た人は頼むから俺を助けてくれ。助けてくれるなら顔だって切るし、え、フェドラのクソどもだって撃つし、言われたことは何だってするから、こんなことじゃ死ねない、死にたくない、頼むよ一生のお願いだ。あいつらに見つかっちゃうも見つかって役先にされちまう。誰。気をつけて。お前か、手紙の残したやつは。爆弾。
そっか、焼夷弾作れるようになればあれか。そういうこったね。ショットガンの弾薬広範囲の、ショットガンか。すげえ。てか医療キットがないな。作った方がいいか。一個は。行くぞ、坊主。上だ。どうしたそんな忍者みたいな。大ジャンプ見しちゃう？じゃあ。よいしょー。怖っ。やるじゃねえか、坊主。行くぞ。ねえ、平気。平気だよ。自分の心配だけしとけよ、お前は。本当だってば。なんだ？あいつはやばいやつだった。ん？高いビルが近づいてきた。なるほど。あそこは流れが急だよ。そうだね。どっちだ？迂回しないとダメそうだね。そういうことだな。どのくらい逃げ回ってんの？二日。当てはあったの？とにかく遠くに行こうって。追われてる本当の理由話してくれないの？もうした。頭剃ったからって子供を殺すわけ？禁じられてるし、規則を破ったんだ。マジ？なんで剃ったの？わかんない。ふん。パンク精神？パンクって？あんた規則破るの好きなんでしょ？まあそうかもね。お隣の女の子や。僕らはサムとジェームス302に住んでる。まだここに他にも人がいるなんて知らなかった。僕らは誓って怖い人間なんかじゃない。焼きたてのおやつを置いておくよ。サム、コーンブレッドありがとう。母があなたたちにウォッカのボトルをあげろって。いいウォッカだといいんだけど、なぜあなたたちはみんなと一緒にバスに乗らなかったの？私の名前はジュリア。母はハイディよ、ジュリア。どこでこのウォッカ見つけたの？かなりの上物だぞ。僕たちは仮設住宅の怖い話を聞いたから残ることにしたんだ。出てったやつらは互いに盗み合いや殺し合いをしてるんだって。だったらここにいた方がマシだ。何か必要なものがあったら言ってくれ、サム。本当にありがとう。またコーンブレッドの元を探してみるわ。おかげでだいぶ風向きが変わった。母の援助を申し出てくれて嬉しかったわ。猫の手も借りたいくらいだから。これから物色に出るけど夜には戻る。ノックして、ジュリア。スカーが屋根で料理しているジェームスを見つけて撃ち殺した。ん？二人は殺したが一人には逃げられた。ドアの鍵を開けておくよ。物資は金庫に入ってる。暗証番号は僕たちの部屋番号を入れてから君の部屋番号を入れるんだ。ついて持ってここから逃げてくれ、サム。母を置いていけない。ドアにバリケード築いてやり過ごせるように祈るわ。あなたの持ち物はまだ金庫に入ってる。私は銃が下手くそだし、あいつらが入ってきたらおとなしくしてあげるわ、ジュリア。うん、なるほど。なんだこれ。ラーメンロール。ん？いっぱいドアあんな。ドアがいっぱいだ。アイテムの匂いがするぜ。これか。
部屋番号何番なんだ。洗面所。ああまあ薬あるよね。いやー結構物資が揃ってきてるからそろそろ強い敵も出るんだろうな。嫌だな。お？なんだ？なんだ急にフィギュアみたいなのか。バット。302。おう。ん？これ屋上か？なんかありそうで何もないじゃないか。これそれいつ頃から使ってるの？何よ、この弓か。ずーっと前。いい腕してる。ヤーラの方がうまいよ。照れんなよ。なんでヤーラがあんな目に。人は残酷なの。母さんがウルフは残酷だって間違っちゃいないよ。間違っちゃいない。なんで？なんで急によ、ナイフなんか出して。危ねえな。殺す気かよ。お、なんだ？お、やった！よこしな。待て、結構広いぞ。金庫のところ、戻れなくなりそう。タラレンガとかいっぱいあるやん。大丈夫かこれ。待て、ここ行きたいかな。あ、303、303、301。あれ、なんて書いてあったっけ？近所のやりとり。お隣の女の子。あ、隣か。僕ら303に住んでる。302に住んでんのか。あぶね。302で304、302、304か。どこだっけ、あれか。302、304、304。よし、開いた。やったぜ。お、ガイドブックじゃん。
なるほどね。サバイバルグッズ、武器。よし、ええやんけ。どれどれ。工作の速度、近接鍵型パイプ爆弾、有効範囲に絶大なダメージを与える。サイレンサーの耐久、より多くのパイプ爆弾。うおー、怖っ。急に来やがって。69か。この辺かな、あげたいなら。収容ピストン弾薬を工作。なるほど、弾薬工作か。パイプ爆弾、ちょっといいか、とりあえず。よし、行くよ。行くわよ。よいしょ。いる。うわ、近え。あれかな、何、待って、これまだ開いてんじゃん。うわ、やべえ。落ちろ。まだいいの。ナイス。強焼夷弾。何人のセラファイトを殺したの？なんで？なんとなく覚えてない。めちゃくちゃ殺してるよこいつは。ペットボトル爆弾か。
なんもねえな。ナイス。こっち行けそうだ。こんなもんですかね。ここは流れが急だし、頼むから慎重に行ってよ。よいしょ。ほら。いけないんだな。お、こっちじゃねえぞ。お、あるじゃないの。いやでもあんま持ってねえから無理だ。お、なんか行っちゃってるやついるやん。ひどい。あれか。それ誰？知らない。エリンが交換してくる。そいつもウルフなんじゃない？多分そうだろう。そうだけど大勢いるし、スカーもそうでしょ。スカーって呼び方やめてよ。わかった。なんでスカーって呼び方嫌なんだ？作りたいけどな。お前先行ったな。おバカ、タイミング悪すぎだろ。行くぜ。よいしょ、ほら行くぜ。うわーギリじゃん。なんだレンガか。どこだっけ。なのか。なんかありそうやん。なんだこれ、メガネ屋。ここで合ってるんだよね。うん、ここから隣の建物に行けるはず。でもな、やりたいことがあるんだよな、俺は。なんか音するんだけど、何？下降りられる。おう。おっつ。なんかあるのかな？ないね。なんか嫌だな。なんか嫌な感じだな、ここ。
上。またまたまた。焦んな焦んな。こっち行ってみようぜ。なんだよ、うんって。うんって。不満そうな。猫だ。どれ？猫が踊ってる。昔の人たちって変なの？確かに。変だ、この絵は。イカれてやがる。あれ、こっちじゃ、上か？上はどうなってる？わけわかんなくなってきた。上はどうなってんだ？チャリやか？まだ違うか。あら、そっち、なんか、なんだ、大丈夫か、これ。こっち行く方向かな、もしかして。ちょっと、なんなの？ちょっと待って。待ってくれ。やっぱ下行く。ここから上がってきたんだろう。ってことは隣のあれに行けんのか。悪いが、ちょっと待ってくれ。行けそうなんだ、こっち。よいしょ。よし。あ、危ねえ。なんもねえのかな。なんもなさそうだな。こっちから来たんだっけ。危ねえ。うん、こっちなんも無理だな、多分。待ってくれよ、レブ。苦手だって分かってるよね。ふん、怒ってる。回り道すれば、そんなに嫌なら、すっごく嫌。回り道する、させてもらおうか。おう。
無理だよな、多分これは。え？あ、こっちか。よいしょ。嘘でしょ。気持ちわかる。かなり上？そう。すげえな。こっちか。まあね、つけ。簡単だったよ。だろうね。お前は運動神経いいな。伝達せよ。長老たちがウルフとの休戦に賛同した。彼らが我らの島に干渉することはなくなり、領土外でセラファイトと相見えてもか攻撃を仕掛けてくることはなくなるだろう。この辺を維持するためにみんな力を合わせるのだ。彼らの目指す道は変わらない。あくまでも目的達成のため別の手段を取りすぎるのだから。これだけか。ここはかっこつつけられないもんな、ビーは。すげえな、あいつ。こっち。ちょっと待ってよ。見落としてたなんてね。ウルフは上見ないし。どういう意味？どんなにウルフが強くたって、仲間が必ず抜け道を見つけるんだ。殺されそうになったってのに。まだ仲間って言うわけ。本当だよ。すげえな。起きて、破り！うわっ！くそ！ディレだぞ！起きて破り。やべ。おら。ナイス。突っ込んできやがった。いる。オープンの、バカ。すっごいすんなよ。バカたれ。いるいるいる。すげえいいじゃん。やめて。やめろ。やめた方がいいと思う。すごい突っ込んでくんじゃん、こいつら。ほら、なんぞ、お前。逃げるだけかい？
大丈夫？うん。大丈夫か？撃たれたろ、お前。見せてみて。平気だってば。ちょっとつけよ、お前。自分がなんて呼ばれてたか聞いてたでしょ？うん。なんでかって聞かないの？あんたは聞いてほしいわけ？うん。そっか。まあまあ広いじゃないか。トイレもなんか部屋みたいになっちゃってんな。流れねえのかも。関係ねえんだな。なんもねえな。うん、お、瓶か。まだいんのかな。広いな。お、酒が置いてあるな。上か。よし、こんなところにしましょうかね。ではまた。ここですかね。な、お前もよく頑張ったしな。じゃあちょっとね、戦闘パートがずっと続いてるんでね。こいつめ。じゃあ、また次回の動画も見てください。チャンネル登録もお願いします。じゃあ、またねー。